ました月と雨とみかんさんです。ありがとうございます。私たち茨城県からやってまいりました。ありがとうございます。私龍ヶ崎で、はい、前遠いかちょっと遠いです。おー嬉しいです、はい、ありがとうございます。あ、そうなんですね。しか言わないけど、はい、意外と皆さんボリューム上げます。嬉しいですね。もともとこちらには息子さんの大学が近くにあって、はい、それで野口さんが、ね、ちゃん、はい、姉ちゃんに連絡をして、はい、お邪魔するようになってで、なんだかんだ3回目です、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつもいつも私たちそうピアノデュオで曲をやっていきたいと思うんですけど、それでもなんか皆さんさっきこの曲知らない方がいるかもしれないんですけどっていう風に MC してやってたと思うんですけど、私たちの曲むしろ皆さん全く知らないみたいな曲ばっかりでちょっと申し訳ないんですけど、はい、とっても尊敬するピアノデュオをやるきっかけになった友成義弘さんという方の曲を、2人でやっていきたいと思います。なんかもう休憩タイムみたいな感じで、はい、寝るのも寝起きるのも自由な時間を使っていただいて、はい、はい、今日は、ね、この間中秋の名月でしたが、はい、お月様の曲から早速ねむねむな感じの曲からそうですね、ハーベストムーンの友成義弘をお届けしたいと思います。
緊張しますね。ちょっとした接触事故が起きてるんですけど、本当になんかありがたくて、本当になんかね、私が今ピアノ大人になって始めたんですね。それでピアノ始めてまだ4ヶ月の時に、野口さんがこの私のすっごい憧れのピアノデュオを一緒にやらないかって声をかけてくれた妻物なんですよ、野口さんは。もう初めて私はこの曲を弾けるようになるまで最低5年ぐらいはかかるだろうなって思ってたら、半年で声をかけてくださったおかげでなんとか今もうできるようになって、それでこういう皆さんに聴いていただける機会があって、とてもとてもありがたくて幸せなことで、本当に本当にありがとうございます。嬉しいです、本当に幸せなんです。ということで、そんな大好きな大好きな本田義弘さんの曲をもう一曲、ラグっていうちょっと可愛らしい曲をやっていきたいと思います。Thank you.
そうね、吉弘さんのライブってマオチカっていうユニットなので、はい、すごくいいピアノのユニット、デュオ曲がいっぱい入ってるので、ぜひぜひこう Amazon とかで検索すれば見れるので、ぜひね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいですよね。11月にライブがあります。あ、そうなんですね。11月28日に久しぶりのライブがあって。どこであるんですか？銀座ヤマハホールで、グランドピアノ2台で。なんですけども、チケットを取れない。あ、取れないんだね。そうなんです。そうか。ね、そんなこんなで、この、はい。次の曲のご紹介を、はい、せっかくなら野口さんしていただけると、はい、たまにはしゃべりましょうね。苦手なんですよね、苦手なんですか？苦手ですよ、緊張ってこうね、わかる、私もわかります。あ、そうなんですか、りえちゃん。私も苦手で。嘘だよ、本当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 だって苦手なんだけど。いや、そういう風に見えません。そういう風に見える私がちょっと喋ります。見える、はい、次の曲は巡り合いというで、ここに来るたびにいろんな皆さんと巡り合って、はい、とても嬉しくて感謝してます、はい、なのではるばる茨城から、ありがとうね、ありがとうございます。ちゃうんですよね、ついつい。なぜかりえちゃんがイマジン寮の日をフェイスブックで上げてると、ポチッと押したんですね。ありがとうございます。今度さ、りえちゃんをさ、茨城に呼んでもらえる。茨城、ね、茨城はいつもしょっちゅう行ってたんで、うん、いつも、ね、でそこで知り合ったから、うん、今度皆さんで、ね、うん、じゃあみんなでね、こうわーってね、りえちゃんも一緒にイマジン全体的茨城出張みたいな、ね、企画ができたら、茨城支店ね、茨城支店、茨城支店、それも、はい、楽しみ。じゃあいつかは、はい、ということで、イマジンって曲をやりたいと思います。つまんないよ。なんか突っ込んだ方がいいの。今やっちゃいたいけど、つまんないよ。これが最近練習でやるとだんだん間違えなくなってきたんですけど、果たして今日はどこまでいけるか、ドキドキしながら聴いてください。ドキドキしなかったら寝てください。とても優しい曲です。じゃあ、はい、行きます。何かこっち側にあっても大丈夫ですか、ね、あ、大丈夫です。ピアノ大きくなるか、はい、うん、なるよ、はい、大丈夫なんですか、多分返しが大きくなる、うん、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、はい、ありがとうございます。ゆっくりいきますか、はい、thank you.
後、はい、ちょっと挑戦なんですよね、これは。そうですね、はい、ジーってやってるんですけど、はい、毎回やってるので、ちょっと今日は歌ってみようかなみたいな感じで、はい、見えないので、目が見えない、歌詞が見えないという。あ、見えます、見えますか、見えます、はずきルーペ。そうですよ、はずきルーペもっと違うんだよ、違うから、すごいんだよ、老眼鏡ではそういうとかいう、はい、虹を、そうですね、あの、きっと明日はいい天気って歌詞にあるんですけど、私、そうなんですよ、そういうこと言わない、そうなんです、いや、あ、じゃ、ゴルフ場で働いてるんですね、あ、確かに、そうなんです、明日も仕事がありまして、台風だと休みだよね、なんですけど、メールが来なかったんですよ、明日クローズテストのだからもう、きっと明日はいい天気って本当に祈りながらちょっと歌おうと思いますありがとうございます。じゃあ最後の曲ですね、虹、はい、月と雨とみかんでした。ではでは、ありがとうございます。きっと雨とみかんのお二人です。